タイトルを並んだようですか。色別にこうだんだんとグラデーションで。いや負けてないですね。あ、でもこれ負けてますね。これはカットはですね、うん、ですね、すごいストリエーションがすごいもんね、胸がね、うん、色じゃ勝ってますけどね。横立ってみたらどうですか。でかすじゃ勝ってますけどね。あ、これは、うん、いやでもストリエーションはすごいですよ。九州チャンピオンですからね、すごいですね。まあでも本当三人取りですね。そうですね。桜木さんの胸のストリエーションすごいですね。すごい、なかなかいないでしょ。なかなかこう、うん、いや、なかなかいないですよ。彫りが深い。俺なんかそうだ、ね、体重5キロぐらい増えててこれですからね。あ、そうですか。うん。胸のストレーションすごいね。あ、もうでかい。いや、胸、田中さんいいですもんね。そうもね。うん。いや、いいですね。胸大きいですね。大胸筋。ねえ。いや、すごいですね。58歳ですよ。58歳でこんなことやってきたら少ないですよね。あ、握手で。いやいや、こうしたかったわけ。こうしたかったわけ。昭和34年。33年組ですね。あ、そうですね。だから33年か。何月まで ?6 月です。あ、1月に、4年の1月2月、はい、プロ野球選手で言えば同じ学年ですね。あ、知らない。野球はあんま興味ないんだ。33年ってプロ野球は誰がいるって感じ、うん、いやいや、もうだいぶ上ですよ。工藤さんの3つか4つ上ですよね。だから有名人は誰ですか。昭和33年ぐらいって言ったら山口桃江、ああそうですか。森正子、自分は小沼選手と誕生日が全く一緒。小沼さんそれぐらいなんですか。誕生日全く一緒です。あ、山口桃江、森正子、はい、3人高三トリオですね。58歳トリオ。桜田うちの姉さんと同じ年ですよ、そしたら。ああ、そう、山口桃江か、桜田純子か。そうそう、山口桃江、桜田純子、森松。あ、そうそうそう。中三トリオですよね。あ、そう。若い人知らないでしょ、こんな話。ですね。花の58歳トリオですね。ですね。これで60みんなね、よくなりたいですね。ですね。なんか、歌かなんか出したいですね。いや、いないですよね、これだけの、福岡にはいないってことですよね。ですね。これだけの58歳トリオは。ね、テレビかなんか見たら、これ58歳トリオですよね。これ60歳トリオだったらまた価値が出るんじゃないですか。ですね、はい、あと10年後にまたこうやってトリオ組もうか。あと2年で60ですね。2年で山口桃江。それが劇的ですね、割と。森正子ね。そうですね。まあいいこと聞いたですね、これね。はい、じゃあぜひ、あの花の58歳トリオで頑張って、今年はいい年になりますように。はい。